We want to look at a couple of instances in the Bible where people were really, really, really being blessed and had such tremendous opportunities, and they just went totally haywire. How many of you know that sometimes you can get a severe case of the stupid? こんにちは、大岡祐介です。今回なんですけど、今僕昨日からクラビ島に来てまして、クラビ島ってのはタイの南側、プーケットの隣なんですけど、そこのクラビ島に友達と来てます。今日はこんな感じで、まあ今ホテルにいるんですけど、結構景色良くて、クラビってこういう感じなんですね。まあこういったクラビの景色を今回は動画に収めていけたらなと思います。これから青南ビーチっていう、まあ、結構そのクラビで秘境と言われるビーチに行きたいと思うので、峠バスが出てるんでバス乗って行って、いろいろコンテンツ撮って帰ってきたと思います。うまい、うまい。このカヤックとか、でその後近くにホテルがあったんでホテルのプール入ったりしたんですけど、これからいろいろと回っていきたいと思います。にしてもここのホテルが良すぎる。どうすか、うん、すごい。このおじいちゃん歯がないから可愛い。それで今から、まあ、サンセットを見に行きたいと思います。でサンセットの場所はさっき兄ちゃんに聞いたんですけど、なんだっけ、タイガーなんとかっていうやつで、そこにちょっと今からバイクで向かって、まあ、いろいろと撮影できるものを撮影できたらなと思います。これからちょっとおっさんのスイングが忘れてた。今こういった場所に着きました。でもう少しでなんかホットスプリングっていう、まあ、温泉着くので、まあもう少し走らせたいと思います。これはすっきりしてました。うわこれはひどくて、じゃあ行こうぜ、なくした行こうぜじゃないよ。やっと GoPro 見つかってんの。うわー、これなくなったら結構今日のコンテンツなくなったからね。っていうドッキリでした。今、まあ、ある程度いろいろ回ってやっと飯です。いただきます。も全部タイ料理ですね。見にくいと思うんですけど、まあ準備ができたんで、そろそろ空港行きたいと思います。タクシーが下で待ってるので、急いで空港に行ってバンコクへ帰ります。
今ちょっとバンコクに到着しました。まあこんな感じでとりあえずバンコクに帰ってきて、バンコクでとりあえず明日、本田くんは明日帰るらしいので、はい、でこれからバンコク の住んでるところに、まあ、バスで行って、そこから電車で帰ります。はい、そんな感じで今回の旅は終了です。ありがとうございました。